13号型巡洋戦艦、あるいは第8号型巡洋戦艦は、第日本帝国海軍が88艦隊計画で、計画した最後の艦型である。第13号艦から第16号艦の4隻の建造が計画されていたが、ワシントン海軍軍縮条約で全艦が、帰港前に建造中止となった。本型は長期型戦艦とも言うべき艦型であり、 50号計46センチ砲連装砲等4機を搭載予定だった。対象9年度補正予算では、第8号から第11号巡洋戦艦と呼ばれた。なお、第1号第3号装甲巡洋艦は、それぞれイブ春名、霧島、第4号第7号巡洋戦艦は、天城、赤城、高尾、あたごであり、金号、比叡は、それぞれ5号装甲巡,巡洋艦。 装甲巡洋艦である日本海軍は第一次世界大戦勃発直前の1914年6月に16インチ砲の施策を命じた。同年12月には18インチ砲製造の研究準備を始めた。第一次世界大戦のユトランド沖海戦においてイギリス型の巡洋戦艦は防御が脆弱であること従来の戦艦は 列速のため役に立たないことが判明し、新世代の主力艦は、巡洋艦の速力、戦艦の火力と防御力を備えた高速戦艦であることが明白になった。ユトランド海戦後の巡洋戦艦は、従来の戦艦の要素を取り込んで、高速戦艦に進化した。イギリス海軍は戦艦を取り入れた新型主力艦を計画し、N3 型戦艦と G3 型巡洋戦艦を、 建造することにした。n 3型戦艦は18インチ砲を搭載しており、G3 型巡洋戦艦の実態は高速戦艦であった。アメリカ海軍もダニエルズプランにおいて、レキシントン級巡洋戦艦とサウスダコタ級戦艦を建造する。さらに18インチ3連装砲と5機15門を搭載した排水量8万トン規模の巨大戦艦も検討していた。 日本海軍において、ユトランド沖海戦の戦艦を完全に取り入れた新世代主力艦は、加賀型戦艦であった。続いて、天城型巡洋戦艦と、キ井型戦艦の建造や設計に取りかかる。同時に諸外国の動向を睨み、歴史ン,ン級に速力で匹敵し、サウスダコタ級に砲力で勝る高速戦艦の建造を要望した。 これに応えたのが、第13号型巡洋戦艦である。88艦隊は、巡洋戦艦と戦艦を統合した、天城型と巡動警官の木型で、一つの完成型となった。だが、木型戦艦の時点で、連装砲塔多数か、3連装砲塔にすべきか、4連装砲塔にすべきか、試行錯誤を繰り返していた。同計画最後の4隻。 13号から16号艦は、キー型戦艦で断念された、兵装強化のため、50口径41センチ3連装4機、または4連装砲塔を搭載する案、46センチ連装砲塔4機を搭載する案などが、傭兵、造船関係者の間で検討されたが、軍縮条約による建造中止までに、艦型は決定することなく終わったという。諸外国は、 日本海軍のキー型戦艦について16インチ砲12門、または18インチ砲8門搭載と推定していた。また戦時中の軍事雑誌で日本海軍は大正10年に46センチ砲8門を積んだ4万8000トンの戦艦と4万6000トンの巡洋戦艦を計画、建造に着手したがワシントン軍宿会議で廃案になったという解説がなされたほか、 戦後になると46センチ連装砲塔4機8門を搭載、加賀型戦艦や、キー型戦艦を上回る厚さの防御装甲を持ちつつ、常備排水量4万7千トンで30ノットを発揮する13号型巡洋戦艦として計画されていたと権限されるようになった。3 3 0ト、mm、ルの装甲は、後の山和型戦艦に比べるとかなり見劣りがするが、 計画当時の砲弾性能においては、46センチ砲弾に耐えうるとされた。近年になり平賀譲が残した資料が公開され、従来の定説に疑問符がつくようになった。50口径46センチ砲の図面が発見され、日本海軍が88艦隊の時点で46センチ砲の基本計画を終えていたことが明確になった。以下のような仮説が提唱されている。なお、 予算上では、トン数は、キー型と等しい4万1000トンとされ、金額は3742万4800円で、トン当たり単価は、キー型より約4円高い約913円とされた。いずれにせよ加賀型戦艦の加賀が1921年11月17日に、同系のトサが同年12月18日に浸水した時点で、ワシントン軍縮会議の開催が控えており、 キー型戦艦や13号型巡洋戦艦が完成する見込みはなくなっていた。13号型巡洋戦艦の創造図書説あるが、以下のようなものであったとされる。20世紀末から流行し始めた架空戦機の中には、日本が88艦隊を実際に建造していたら、という設定で書かれた作品がいくつかある。13号型については、予定艦名が決まっていなかったため、 作品ごとに違う名称で登場する。また、レッドサンブラッククロスでは、加賀、トサが戦艦として完成した代わりに13号艦が、建造中止の後、実弾射撃の標的となって沈められており、水中弾効果も本級の実験をもとに得られたことになっている。作品中では、史実と異なる歴史を歩み始めてから20年弱の、 時が過ぎており、国力慎重で史実と差がつき始めていることを表現するための小道具としての役割を担った。二馬車で発行されていた88艦隊幻の世界最強フリート調整密 3DCG シリーズ56においては赤石、常年、穂高、乗倉の名称が使われた。ありがとうございます。